松田的スーパーヒーローラジオ。我ら双子が大好きな特撮について思う存分語り合うこちらのコーナー、熱血特撮語り。はい、ということで今週は仮面ライダーギーツがお休みでございますので、はい、王様戦隊キングオージャーからお話していきたいなと思いますよ。はい、戦闘員コクトさんからいただきました。ありがとう。キングオージャー第23話、シュゴッダムの動く城、いました。はい、もうすごい、ハウルの動く城のこう語呂が微妙に長くなったありがとうございますね。はい、今回の話で個人的に気になった部分は、うん、ギラとラクレスの対比ですね。うん、第1話で他の王が戦っている中で動かなかったラクレスと、うん、今回分け合って動けなかったギラ、うん、同じく第1話で民は道具と言ったラクレスと、うん、今回民は歯車と言葉足らずに言ってしまい反感を買ったギラ。はい、この二人が兄弟と考えながらこれらの状況を比較すると、やはりラクレスにもこの時何かあったのではと考えてしまいます。うん、さりげなく存在に扱われたラクレスの死体怪しいにはとりあえず目をつむるとして、うん、今後このあたりの話が深掘りされる時は来るのでしょうか。うん、あと今回はついに新しいロボットとしてキングコーカサスカブトが登場しましたが、うん、え、普通にぶっ壊れるやんと思ったら、まさかの即時自己修復というなかなかのチート能力に驚かされました ね。 あ、ねびっくりしました我も。なんかかっこよすぎ。ロボ、ね、ほんまになんかこれは、うん、なんか何年かに一度思う感覚かもしれないんだけど、はいはい、こりゃロボット戦に、ロボ戦に興味がないですってなってるお子さんも好きになっちゃうよっていうロボ戦がなんかね急に来るんだよね。あのデカベースがロボになるじゃないですか、そのああいうの思い出しましたっていう方もいらっしゃったんだけど、なんだろうな、我今回で一番好きだったのが、しょっちゅうロボになる前提で作られた建物ではないこと。いつでも出動できるマンがデカベースだったもんね。そう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 、うん、もうそのために作られたけど、うん、基本はその、城であって、うん、象徴であって、うん、なんだけど本当に大切な時に動かねばならないっていう切り札だよね。そう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 、だからこそ起きたことだな。なんだったらそれだけ平和が長かったという意味でもあるし、まあね、確かに確かに、なんかこんなん、だってまだ23話でしょ、ね、なんかもう一区切りついたみたいな。びっくりしちゃったんだけど、マジで。ほんまになんか、こう、様々な、今回は様々な間が、うん、待ってる間にニヤついてしまうっていう時間がいっぱいあったなと思ってて。あら、どこどこ？それこそその、こう、持ってた、あの、歯車がついた小さい、こう、剣みたいなやつが、って飛ばされたのを、あーって見てる男の子と落ちていく姿とか、めちゃくちゃ映した末に糸で絡めとるみたいな、なんかこう、めっちゃ尺使うやんみたいな。それこそその、このキングコーカサスオオカブト、キングコーカサスコーカサブトの、うん、こう、なんだろう、いざ、立ち上がる瞬間とかも CM またいで、いや、すごかったよね。ガーッとなってキャタピラみたいなやつで、ウィンウィンなって確かに、ね、あの感じとかものすごい尺使ってたやん。うん、あの感じがやっぱりちょっとこう、なんだろう、興味ない子でもまだやってるなって思って見ちゃうんじゃないかなって。確かに、なんかあのセリフがなくてずっと音楽で、うん、まだなんかやってんの、うん、みたいなね。そう、なんか何、なんかわからないロボ戦やと思っとったけど、なんかまだ立ち上がってないかもみたいな、あの感じがね、すごくこうワクワクしましたね。いや、わかるよ、本当に。なんか我はあのジェラミーがね、ピャンって糸を出す、うん、きっとジェラミーだろうと思ったら、うん、こんだけの空中戦だから。そうだね。だってあんなところに飛んだのをパーンって人が掴むのって相当難しいから、うんうん、雲の糸掴まないかんじゃん、はい、って思ったけど、うん、それをうまいこと画角からパーンって取った後にさ、うん、そのなんか行っておいでだっけ、あ、なんかね、なんか言うじゃない、うん、それでピタッてさっきまでちゃんと糸で歯車をつけてたジェラミーだからビタでできる感じというか、うん、なんかこう なんだろうな、やっとこれがラストの一つじゃなくてっていう、あれが我めちゃくちゃ好きだった。そこも前やと思ってて、いやね、それみんなが捕まえたからピャンっ
って投げてもいいかもしれんけど、そこをわざわざこの歯車の真ん中に糸通してツーっていくのを目で折ってっていう。でかつここのさ刺さっていくやつもな、わざわざ写してて、やっぱりあのこうなんだろう、時間をたっぷり使って、うん、この城が立ち上がるのを描きたかったんだなっていうのが感じられてね、夢が溢れておりました。我全然想像力ヘボちゃんだからさ、だってギラ変身してないから動かへんだけちゃうので、あの変身してさしたら動くんちゃうのって思ってたの。全然そんな簡単なもんじゃなかった。もっと大変そうだ。じゃあブレイザーね、今回参りましょうか。戦闘員ウィルさんからいただきました。ありがとう。今回のウルトラマンブレイザーに出てきた怪獣ドルゴは1000年以上眠りについていたということでしたよね、うんうん、ウルトラマンシリーズにはこういう大昔に封印された怪獣っていうのがよく出てきますが、当時封印した人たちってむちゃくちゃすごくないですか。今の科学技術、今の科学技術でも人間が負けちゃうくらいなのに、当時はウルトラマンもいないし槍や刀くらいの武器しかないわけですよね、うんうん、今回も結局は昔の言い伝えをもとに封印したわけだし、昔の人たちすごいといつも思いますっていうメールをねいただいてて、だってこう脳天にザブーンザブーンってやったら沈まるんじゃないか、封印できるんじゃないかっていうのは、過去誰かが余ったそのフグじゃないけどさ、余ったいろんな人がこう食べては命を落として、どこが食べれるかみたいな話で、多分様々なところを刺して最終的に脳天刺した時に行けたから、その人が英雄として多分絵に描かれてるわけやんって思うと、すごいことをやってるよね。ピッピピピピ、あそこが弱点みたいなことはできへんかったわけやんっていうのを改めてメールいただいて。なんかさ、今これちょっと的外れなのかもしれないんだけど、はいはい、我が一つ思ったのは、うん、今の時代よりその土地神みたいになってる怪獣と、うん、意思の疎通を図ろうとした人が多かったんじゃないかなっていう気がしてて、もう現代の社会でそういうさ、こうもう全然ロボに全いっぱい頼れるぜ、うん、みたいなになると、何あれってよくわかんない怖い、うん、武器使えばいいじゃん、うん、みたいなのが当たり前かもだけど、うんうん、その時代そんな対抗できる武器がないの分かってるから、あなたをちゃんと敬っております、うん、ちゃんとこう祭りますのでって言って、うん、願ってお願いいたしますって言って落ち着いていただいて刺させていただいたかもしれんって思ったら、でも今はそういう手を取らずともいろんな排除する武器がいろいろあるがゆえに、そういうこう歩み寄りをやれてないから、向こう側はもう何怖いって言って、その怪獣側もさ攻撃してくれやんって言って、なんか背中から出るんだよ、そうなんか置いてくれやんって言ったら、確かにこう意思の疎通とのむずいしさ、昔は弱い生き物なんやって言って、わからんって言って暴れとったけど、なんかこいつらもしかしたら悪いやつじゃないかもっていう、そんなに強くないしね、あ、そうそう、自分の命の危機にはならへんかったわけだし、確かになんか怪獣側に強くひどい殺戮衝動がなければ、うんうん、なんか分かり合えたのかもしれない。ただどうしても土地的にあなたが動くだけでまずいのです、うん、あの、あなたの場所は侵害しませんからっていう何かがあったのかなとか思いながら我は見ちゃってた。なるほどね、そうそう、で今回のそのね、ドルゴさんが、うん、ドルゴ様、ドルゴさんではあの苔っぽかったりとか、なんね、岩っぽかったりとかするところに、そのあ、メガジェットなんだっけ、レールガンが、はい、新種のレールガンがついてってさ、なんか初めて出てきた時にめちゃくちゃあ、メガショット、メガショット、うん、があのバランスがすごい好きで、こうありえへんものが背中についてるやん、その感じがすごい可愛いなと思ったけど、このドルゴ様にとってはものすごい不憫な状態やったから、ね、可愛いなって思いつつも、あの最後にはねちゃんともげてくれてよかったなとは思って見てたんだけど、 やっぱりなんかこういう生き物として怪獣が可愛く描かれてる回好きだなって。大好きですね。なんかデッカーの時にもさ、こういうこう神様みたいなやつでさ、うん、本当は普通にその村のおばあ様がこう、うんうんうん、で犯人でみたいな、うんうんうん、あったじゃないですか、ね、あの回も多分あの回田口監督が担当されてて、うん、っていうのが、ま、記憶にすごく新しかったから、うん、今回その、ドルゴ様っていうので、うん、今回の物語ができますよってなった時に、
これやっぱウルトラマンやなと思ったの。なんか仮面ライダーとか戦隊の方でも、うん、もちろんゼロではないと思うんだけど、うん、このニュアンス、うん、そしてサイズがでかすぎる怪獣もウルトラマンもまあ、ね、ゆえにこう伝承になってる感じ、あいろんな人が遠くから見てこう物語を書いた、うん、人間体では起こりえない飛行、うん、伝承のされ方だなっていうのを改めて感じてね、俺好きでした ね、 いやそうだったね。昔は怖かったけどね、こういう物語。わかる。でもあのデッカーの回怖かったけど面白くて、多分その後にさ我ら田口監督にお会いしたのよ。そうそう、うわー好きでしたあの回ってなったのね、なんか今思い出したわ、うん、そうじゃった。だからこそ記憶力強くて、今回ドラゴさんを見た時あっってなりましたねという感じでございましたけれども、うる様行ってから見れたというのもあって、はいうん、アースガロンのこう機体の中とかさ、なんか座れるやつがあったんですよ。あったの。そうだから、そうなんかどうやって写真撮ったらいいか分からへんかってさ、はい、なんか2人乗れるんよね前後に ね、 ね。やったから後ろからさっちゃんの後頭部を写真撮ってたんだけど、思えばあの機体に乗ってるのを機体の外から写真撮るのが正解だったのかな。多分まあまあ正解などないですよ別に。ただ一つ言えることは、なんかこの撃ったりする発射するさ、こうレバーと左側についてるレバーとがめっちゃ遠くて、我にとってはこの辺りで力めなくて、なんか体がめっちゃ開いててさ、ちょっと体格が必要かもしれないと思いましたということで、今回はね以上でございます。以上熱血特撮語りでした。松田的スーパーヒーローラジオ。